12月中旬、日本ハムから、教育リーグの開幕戦をエスコンで開催する企画が、オイシックス球団社長池田拓司の元に届いた。もうびっくりしました。鎌ヶ谷ならともかく、エスコンですか?と、正直夢を見ているようだったというのが偽らざる気持ちです。しかも今回のオイシックス戦の経費は日本ハム側が負担した。本来イースタンリーグの規定では、ビジター球団が捻出することになっている。だが日本ハムの方が、オイシックスに経費の負担なく遠征できるシステムで招待する形を取ったのだ。野球界のために行動する日ハムやっぱ最高やな。素晴らしすぎる。日ハムが粋な計らいすぎる。金満球団が4軍とかで選手を囲い込んで腐らせるより、新規参入球団が共存できる方が絶対にいい。これは自前の球場を持ってるからできることやな。これが殺度やったら絶対実現は無理やったよ。吉村って編成ではいい評判聞かんかったが、新庄の人気と熱意を買って監督にしたり、野球界の将来のことはよく考えてんやろな。この試合観戦したが、ファイターズは主力をかなりエスコンで起用してたし、オイシックス側は相当モチベ上がったやろな。NPB でプロを目指す選手たちにとって、その環境で試合をさせてもらうって相当モチベになるよ。アルビから日ハムに入ってきた選手もいるし、一人でも多くまたエスコンに戻ってきてくれ。ふうはやてが往復6時間のバス移動って記事を見たからオイシックスはハブリエーなと思ってたが、こんな経緯があったんか。殺度と迷ったが、先発サチヤにアリエルと万波のホームランも若手投手陣も見れて、大満足やったわ。プロ野球が2リーグ制になったのは1950年で、12球団になったのは1958年か、66年間何も変わらんって長すぎるな。この新球団が2軍相手に戦える状況なら、今後1軍でも球団増えるかもしらんし成功モデルになってほしい。実現可能か不可能かは置いといて都道府県に1球団は欲しいわ。NPB をもっと盛り上げるためには新規参入や各球団が助け合う必要がある。MLB はここ20年で数倍のマーケットを獲得したと言われてるし、NPB もマーケット拡張してどんどん盛り上げてほしい。野球界にとって良いことしてる球団から、ファールゾーンが狭いからって因縁つけて何億も金を取った NPB は心痛まんのかな。